竹下改造内閣は、竹下登が第74代内閣総理大臣に任命され、1988年12月27日から1989年6月3日まで続いた日本の内閣である。前の竹下内閣の改造内閣である。前内閣の政務次官が1988年12月28日に退任し、 同日付で新たな政務次官を任命した。1988年12月24日、消費税導入を柱とする税制改革法案が成立した。また、リクルート事件の影響により、前の竹下内閣の閣僚が責任を追求される場面も増えていた。そこで、人心一心を図って内閣改造を行い、発足した新内閣が竹下改造内閣である。 しかし、わずか一月の間に、長谷川俊法務大臣、副総理閣の原田健経済企画長長官が、リクルートから政治献金を受けていたことが発覚、更迭された。また、翌1989年1月7日には、昭和天皇の法御に伴い、皇太子、昭人親王が戦争した。これにより、言語法に、成立に基づき、 1> 翌1月8日に改元されて平成元年となったため昭和平成の両時代をまたぐ内閣となった。結果的には前日の消費税導入やリクルート事件への世論の反発で1989年3月には日本経済新聞の調査では内閣支持率13%にまで落ち込み末期には内閣支持率が5%前後と歴史的な低支持率を記録。 当時共同通信政治部で竹カバを務めていた後藤健次によると平成元年3月に行われた世論調査では内閣支持率3.9%を記録し内閣官房長官の大渕恵三がこれじゃあ消費税率と同じになっちまうと思わず口走り竹下は退陣を決意した1989年6月に退陣に追い込まれ 宇野内閣へと引き継がれた。この滝下改造内閣の在任期間中、昭和天皇の体操の例、1989年2月24日、消費税の導入、1989年4月1日が挙げられる。ありがとうございます。